三浦氏についてやっていきます今回の表紙を飾ってるのは天国戦で出てくる三浦道寸とそれから三浦義雄貴高見三浦氏の最後であってこれあの北条草雲 伊勢惣右に滅ぼされるんですよね。三浦庄劇っていうのは二メートルぐらいある大きい男で。あのこういう鉄の棒を振り回して、奮戦したんだ。奮戦及ばず。三浦一門は全滅して。で、そこから流れ出た血が油のように、油の壺のように溜まっていたんで、あそ,あそこの。その三浦市の最後の血を油壺と呼ぶようになったというふうに言われています。三浦半島の、先っぽの方にいた戦国大名になりかけて、なれなかった。家ですね。この三浦市っつうのは。 三浦氏ですけど、まず三浦氏はこの坂東八平士の一つですね。坂東八平士というのは高持王の子孫のうち、えー、坂東に広がっていた平士なんですけども、まあ、有力な八平士それ以外にもこの、えー、国家流から、まあ、伊勢平士それから北条氏、熊谷氏などが出ています。平 村岡五郎と言われた大陽の俊彦の子孫にで、まあ、これも散々ま出てきてますけども、千葉恒鐘、選手はこれの一門の相馬賞を取り上げました。それから、まあ、あの千葉、上総、秩父、土井、それから三浦、それから大場、長尾、梶原、これを坂東八平氏というふうに言うみたいです。まあ、これはずるずるとあの入れ替えちゃいなんかあるんですけれども、一応これからはあの千葉氏が出て、上総、こちらすぐに滅びますね。 で、これから畠山とか川越が出ています。こちらは、後に小早川が出ていますね。これが三浦市です。えー、芦名と、それから、あの、三浦。で、大橋は、えー、あの、景近の第二、え、あれですが、長尾家は、足利長尾とか、越後長尾とか、白井長尾とか、さまざまな長尾家が関東に広がっていきます。それから梶原市ですね。 こういうあたりが坂東八平士と言われるあれだって、まあ、この辺はある意味同族になっていきます。今回この中の長尾とか小早川、千葉などを見てきましたけども、千葉とか相馬。相馬もここ,こ,こですね、相馬。戦国大名にながっていくのはこちらの相馬ですね。千葉つねたの息子が相馬となると。この三浦ため道の後甲府に広がっていって、と三浦本宗家はここで滅びますが、 この三浦清泉の弟、吉義明の末の息子十男の佐原十郎室らの子孫からこの三浦盛時これがあの相模三浦氏の、えー、子孫で芦名三森これが会津芦名氏のにつながっていきます義明の夫とのけだけ義時でも頼朝のご犬ですねで実はこの宴会の子孫の石田家から石田三成が出るというような伝承もあります 石田亀久と、まあ、いとこ同士は木曽義仲討伐に、えー、功績があってこの木曽義仲を売ったのはこの石田亀久ですけどもこの功績で、えー、近江の国の石田号に、えー、書類を配慮して、えー、三浦一門の一部はこの石田家になっていくとでこの芦名は芦名をもらってますけどもこれはあの相模芦名市であって会津芦名市はこちらですどちらもあの相模の国の、えー、地名芦名は だからもう同じところ、この芦名森清と熱海清と三森をもらってるわけですけれども、最終的に芦名の、えー、名字を配慮して、栄えていくのはこの三,森の子孫です三浦氏の始まりですけれども、平忠道という人物、クエスチョンマーク、いつ生まれたかわかってません、いつ死んだかわかってません。で まあこの平安忠道、村岡佳文の孫にあたる人物で、この人物は今昔物語にも出てくる、えー、人物で源頼光、頼信に仕えていたと。京都の方にうろうろして、この頃、頼光とか頼信は摂津、えー、源氏、河内源氏ですから、摂、え、津、ー、の国、河内の国に本拠があったんで、この坂東八重氏の人の忠道は上洛して、京都で頼信、えー、は頼光に仕えていると。いうふうに言われています。で、今昔物語の これ、逸話とか子、ね、逸話ですけども、これどういうことかと言いますと、源頼光に仕えていたこの平らな忠道が弟の頼信から呼び止められるわけですね。お前、関東に行くんだって、あの駿河の国行ったら誰それ殺してこいと。で、忠道はこいつは放っちゃうかと。俺は頼光様の家来であって、頼信とは関係ないだあいつ弟やんと思いながら駿河に行ったわけですね。で、駿河でそのそ何がしにあったわけです。 あそう思い出した思い出した、お,お前頼信と何かあったんいやあいつとなんかいろいろあれってね、いや頼信が実はお,お前のこと殺せ言われてきてんと言っちゃったんですね。そしたらそんな逃がしさんは何言ったか言ったら、お前に俺殺せるわけないやんと言っちゃったと。そしたらただみちゃんなんかムカついたのか、その晩、そ,そんな逃がしをまあ売っちゃったと。で、あ 頼信 <laughs> の言うことをいろんも聞くかと思ってべらべらしゃべったのにやってしもうたということでこれはあの武士の性質をよく表す逸話として知られてますつまりメンツを非常に重んじるとだからこの忠道の場合もあれですよねその相手何がしさんも「え,えお前が殺しに来るってそれは助かったわありがとう」言う時は多分忠道さんも「 いやいやそんなそんなあなたに、あなたを殺するはずないですよとかって言ったんでしょうけども、そこのところです何がしさんが、いや、お前には俺を殺せんやろ、なんて言っちゃったもんから、ほんなら殺したろうかと。いうようなツアーとして使われてます。で、その息子が三浦号を拝領して、寄り吉から三浦号を拝領して三浦と名乗ると。で、三浦半島のど真ん中に絹笠城を構えて三浦市藩への基礎を築いたと言われてますし、この生物年も比較的しっかりしてるんで、 これ実在してるんじゃないかなと思うんですけども、実際に実在していたかどうか言うたら、クエスチョンマークがつくと。信憑性のある資料に出てこないんですね。で、系図とかには出てくると、構成の。だからこいつをほんまにおったんかどうかということに関して言うと、ちょっと疑問があると。系負関係が関しては若干乱れがあると。でさらに言うと、だから、 こううバンド8兵士って基本的にそうですけども、まあこの北条もそうですが、ほんまにこの,武士のタンタカム兵イの平乱高持ち、高持ち王の血を引いてるか言うたら、意外とうーんというような人物も結構いたりして、カム兵士の血を引いてるやつらのやつらとだけでは多分何もできなくて、で、こういうものって基本的には、近年言われてるのはまあハイブリッド、要するに、 地元の豪族たちとこういう機種が、まあ、くっついてると。でこの中でも三浦為道さんというのはちょっとほんまにおるのかどうかというのは微妙でて、はっきり出てくるのはこの三浦為次さんですね。これは三浦義村らが為次、えー、のことを脳ソと呼んでいて、資料にはっきりとこう出てくるのはこの為次であって、三浦義村が脳ソというふうに為次のことを呼んでいるということは、 どうやら三浦義村らの時代、要するに鎌倉時代初っ端の頃には、彼らはため継ぐを始祖と伝えてやっていたと。だから為道とため継ぐの話はかなりぐっちこっちになっている可能性がある。つうか、まあ、この三浦号にを、まあ、本拠として、絹笠城を作ったりしたのは案外ため継ぐかもしれないと。で、このため継ぐに関しては、五三年の駅に従軍しており、鎌倉軍の頃ろ、かけとのやり取りが有名ですね。 影んはまだ若かった頃、五3年の駅で突っ込んでいって、敵から右目を射抜かれるわけですね。あの右目を射られて、で右目にもしさずたま、相手を倒した後味方の陣に帰ってきて、これを抜いてくれ、言うたら、為次がよしよしじゃあ抜いてやろう、言うて、足をぐっと頭に押し,押し当てたら、いきなり刀を切り抜いて切りかかってきたんで、何をすんねんと言うたら、俺の頭を踏みつけるなと。あそれは確かに申し訳なかったと。 頭を振り付けるなら殺されるとかマシだと。それは申し訳なかったと言って、膝をこう押し当てて、あの抜いてあったと言われがあります。坂東八重氏の流れを見ると、一応、為継ぐと影正っていうのは、これ、いとこ同士なんですね。ここでは、かえー、鎌倉影正の子孫は、まあ、こういう八栄氏のいんで外してありますけども、この鎌倉明の息子が影正で、その子孫は鎌倉を名乗ってます。で、 このため、ためつぐはためみちの、まあ、息子ということなんで、一応、いとことになりますね。三浦義次。まあ、引き続き、三浦、相模の国三浦軍を支配し、彼の時に三浦之助を称します。要するに、在長官人として登用されて、相模之助にまで登り詰めて、在長官人のトップになっていたと。で、それ以降、この三浦之助を世襲するようになります。 義継の息子が吉明ですね。一つ気が付くのは、この三浦市ってみんな長生きですね。この民道さんえ73だしえ、この人も90ぐらいですね、90近くですね。で、この義明さんも89まで生きてますね。え三浦義明は娘を源の人も側室に出してます。で、義朝が相模の国で発見を握るときに、最大限バックアップしてると。 特に、武蔵の国に進出して、源義方と、この義朝の息子の悪源と義平が戦った大倉合戦では、後方支援をしていると。で、どうも義平はこの三浦義明の娘と義朝の間の、に生まれたもんらしくて、そういう意味では、自分の孫をバックアップしていると。で、まあ、義朝との関係は深かったんで、 頼朝の挙兵に際して合流を図ったんですけども石橋の戦いで頼朝は敗れると自分も頼朝のところに合流しようと、まあ、三浦半島から鎌倉を抜けて頼朝の伊豆の方に向かうんですけどもそこで酒川川が氾濫していてなかなかまあ進むことできないそのうちに頼朝は石橋の戦いで敗れて三浦義明は衣笠城に籠城します。 しかし、頼朝の挙兵を聞いて駆けつけていた畠山重太と戦って、で、敗れると。三浦義澄ら息子らを逃して、義明は一人で戦死するというふうに東海に書いてありますけど、えー、細川茂雄さんは、あのこれについて、義、まあ、明一人と言って,言てるけども、実際には義明一人がつ、ついてほんまに一人じゃなくて、当然義明ととともに、まあ、ずっと戦ってきた、よぼよぼの老党たちがおそらく、 残っって戦ったんだろうとが死ぬ時に東鏡によると源氏の復興を目の前にして非常に嬉しいと俺は一人でこの川越重りを黙らかしてやるというふうに言うて、まあ、残ったらしいですねところがあの遠鏡本平家問題だったら源平浄水器やったかでは逃げ遅れたというふうに書いてあって本番のところはどうとか分かりません。 この義明の長男の杉本義宗、これは、まあ義明が年ったときに、義明から家督を継承してるんですが、鎌倉軍の杉本郷に杉本城を築造したことで、まあ俗に杉本義宗と呼ばれています。阿波の国に勢力を伸長していくんですけども、阿波の国で敵と戦って負傷し、まあ杉本郷に帰ってきて、そこで亡くなっていると。まあ父に先立って亡くなったために、 家督継承したものの、その吉宗の息子には結局家督が行かず、吉明の次男の吉住に家督が継承されます。ちなみにこういうことになりますね。三浦義明の子供たち、杉本吉宗、その息子が和田義盛。三浦本家はこの吉住から吉村へ。娘の一人が義朝に嫁いで義平を生んでいると。それから娘の一人は畠山茂吉に、 続いて忠でいるとだから重忠としてはこの義明に対して本当はたけたくなかったんだけどもとりあえず重義が大番役で京都におるんで自分としては兵士から命令を受けてとりあえず動かなきゃならない当時重忠17歳問題はこの和田義重という人物で由比ヶ浜で重忠と向き合った三浦氏お互いまあ顔見知れが多いんで なあにしようかと思っていたんだがそこに血の気の多い和田義盛という獅子が畠山郷に突っ込んでいたために偶発的に戦争になってしまったというふうに言われています。ただこれがどうもこの間には子供が生まれずに重忠は畠山重義と別の女性との間に生まれた。 人物を養子に迎えているという話もあって、もしそうならば、吉明田で血の流れがないんで、心理的負担というのは、このここが実写とする,にすると、に比べると若干軽かったかもしれないと。まあ、この畑細川茂雄さんは、88歳の奈美平さんを、17歳のタラちゃんが殺すようなもんというふうに言ってはります。確かにあの 吉明さんの娘の、こちらは松尾さんになって、こちらが素材さんになってたら、これはた確かにタラちゃんですね。タ、え、ラ、ー、ちゃんが、まあ、吉明、あの野美平さんを殺すのもんだと。えー、源頼朝と、えー、三浦氏、もう吉明の次はこの吉住ですけど、この吉住は上総住から返金をもらっています。 1159年に平治の乱で義平に従って奮戦しているということで、義、まあ、平にひっついてどうもいったらしい。で、この平治の乱の時に、なんか体験門を破られた藤原信頼に対して臆病者が体験門を破られたと。 吉平なんとかしてこいと言うて、500機で突っ込んできた平重盛殿に対して、この吉平が17期で突っ込んでいくというシーンがあるんですけど、この17期の中に三浦義澄が入ってます。三浦義澄のほかには、例えば上総広常も入ってます。だからこの辺、上総広常とか三浦義澄とか、えー、この辺みんな、吉平の、まあ、家人的な感じで動いてみたいですね。それから平山末茂とか、まあ、いろいろ名前が出てきます。 城の,の合戦つまり吉明が死んだ後は、阿波の国で頼朝と合流してますこれはどうももし失敗した場合は阿波の国でみんな合流しようというそういうまあ動きがあったことが伺えます阿波の国で頼朝と合流その後頼朝は上総広常,常らを従えて畠山重太だと共に三浦静は鎌倉にしてるまあこのこれに先立って 頼朝は吉住と畠山重忠を引き合わせて、まあ、今後は戦争内容にしましょうという形でやっています。もともと血縁関係あるわけですから、もう遺恨はないと。で、伊藤助親を預かるという仕事も預かっています。これは、あれですね、良純の奥さんが伊藤助親の娘であったということが大きいです。伊藤助親を預かっています。 良純は頼朝にこの伊藤佐親の除名を頼んでますけども除名を嘆願してますが佐家、まあ、はそれを恥じて自害してしまうと八重姫この佐親の娘の八重姫頼朝に最初に嫁いだんですが頼朝と頼朝との婚姻を認めなかった佐親がそれを殺しちゃったという話ですねでそれをまあ楽器が新垣結衣さんがやるということで新垣結衣ファンで鎌倉時代の話をあまり知らない人は 楽器が大河ドラマで言あうてググったら、そのガッキーさんがやる役が非常にまあ気の毒なかわいそうな役っいことで、これは大変だろうなと、言わふうになっています。で、この三浦静は鎌倉殿の13人の一人として、頼朝の死後にも重きをなしてますけども、頼朝が死んだ翌年には亡くなっています。この佐原義貫ですね。佐原十郎義り頼朝に 近似してます慶府上は義明の息子ですけども、義澄よりも吉宗が長男、義澄が次男ですけども、義蔵の人は柔なんですから、この義澄と義蔵の間は大体1世代ぐらいあって、義蔵の場合はおそらく義村とほぼ同年代というふうに考えられます。だからまだ若かった頃じゃないはずですね。 カズさん、カズさ広通との逸話があります。まあカズさん広通ねが三浦ラ氏泉と見解なったときに、このよしつらがまあ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 となだめたり、えー、カズさん広通ねは割あの割合あの,血の,あの血の気を多くでよく揉むことをしたようであって、そ、えー、うよしつらっつのはそれをこう広通をまあまあ,まあ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 言ってなだめるとそういう役割を果たしたようです。 で、もう一つ、吉面に関して有名なのは、一ノ谷の合戦の時に先駆けをやってると。一ノ谷の合戦で、この傾斜角度36度の急坂を見て、みんながえーと思ったら、この吉面がそれを見て、いや、こんなもん、関東では、三浦ではこんなもん毎日のように乗りこなしていると。こんなもん三浦のバばや、言うて突っ込んでいくんですね。 で、それを見て、義蔵が突っ込んでいくのを見て、義蔵も、あ、これいけるんや、言て突っ込んでいくという、そういうシーンが平気物語になります。だから、佐原義蔵、これ、佐原っつうのは三浦の地方で、やっぱり三浦半島なんですけども、まあ結構山勝ちなんですね、<laughs> やっぱり <laughs>、先ほど出て、えー、ちょっと出てきました、やっぱり結構山勝ちで、山がゴロゴロゴロとあるという、そういうところをに走り回った義蔵は、まあ、義蔵から見たこの一ノ谷なんて、馬場みたいなもんやと。 で、この時に欧州に土地をもらったのかどうかは判然としませんが、後々の動きを見ていると、この義経の頃に陸奥の国の合図に所領を獲得していて、で、この義経が合図に所領を獲得したことが、後の足なしの発展につながっていくということになります。和田義盛、三浦義明の嫡男、吉宗の ところが吉宗が亡くなった時まだ二十歳になるかならずかなんで結局あとあ三浦家を継ぐことはなく和田という名前もらってますでこれは相模の国の三浦軍に和田という地名がありこちらなのかそれとも阿波の国の和田の御りやつまり杉本吉宗は阿波の国の方にも力を伸ばしていてこの東京湾を小鳥囲むように東京湾のこの両側を押さえておくっいうのがどうも 三浦氏の一つの戦略だったの、当初の。そういったものがあるから、いざ続きに阿波の国に逃げようと。三浦半島から阿波の国、房総半島というのは例近いと。そこに進出する過程で吉宗は死んじゃったと。あの戦争、傷を負って、それが原因で亡くなったと。石破芝の戦い後、小坪、これ鎌倉ですね、鎌倉市に小坪となります。そこで重田,田と交戦しています。 まあ、血の毛の多かった話ですね。先ほど出た。で、絹笠合戦後は、阿波で頼朝と,とゴール。これ、良純と変わりませんね。上総広常への使者として出迎えて、あの、行ってます。で、そこのところで、まあ、上総広常に結構馬鹿にされると。佐竹秀吉との戦いでは、広常ともに義秀吉を受け取りにしてます。だからまあ、その辺は、上総広常とは結構、腐れになってるんですね。この阿波の国にいたときに、 頼朝がこれからどうしよう言ったらもし天下を取ったら私を侍どころにしてくださいというふうに言うたんで頼朝はよしよしよし言うてそれで場の雰囲気明るくなったという意図はありますけどもそれがあってか、えー、彼は侍どころの別当に1180年かさむりどころ別途になってますで侍どころの別当として源頼の,の戦奉行にもなってますでこれ侍どころの書士であった梶原の景時が 源義経の戦奉行になってますねただこの乗り降りの戦奉行の時にはこの吉森さん結構わがままやったようで乗り降りの手紙にあるんですねこれはだからあの逸話とかというか平気物語の演出とかじゃなくて乗り降りの書状にありますがこの和田義盛が勝手に帰る言って叫んでるとあ見えておると非常に困る言ってぶわえてます。 食料不足で結構、乗り降りさんは苦戦したようですね。で、さらに、まあ、よく言われて、近年言われてるのは、この乗り降り軍というのは、とりあえず、平家を倒すんではなくて、平家と、まあ、いかにうまくやっていくのかと。だから平家をガーッ攻めていくわけ兵平家圧力をかけて和睦を引き出す。安徳の,の身柄と三種の神器を引き渡してもらうというのが、まあ、降りの役目やったんで、それを、 とにかく父の仇って兵士を滅ぼすんだと頭に血のおした義経が、丹平九にズボズボズボいっちゃって、ドボンドボンとなっちゃったということなんで、和田義盛としたら、とりあえず暴れるなと言われたので、多分辛かったのかもしれませんね。次に和田義盛出てくるのは、この義経の首実験をカジュアルラガと共にやってます。それから欧州合戦では 藤原の国平打ち取りの先行で茂田だと論争をなっていたり、安平の首実験を茂田ともにやっていたり、というようなことで首実験関係が割合でできます。ところが、1192年、侍所ベッドを掛け時に取られてしまうと。 で、これは、アズ鏡では、一日だけベッドになりたいんだ、というふうにかけ、かけときは言うて、あ、一日なら、ええよ、俺ちょっと、あの、所領に行かなあかんから、一日、じゃあお、お願いするわ、言って、そのまま、かけときが座ったとありますけども、まあ、おそらく、どっちかったら、実践型の人間であって、弓矢の上手な人だったら,らしいんですけども、そういう武勇には優れているが、もう戦争はとりあえずもう終わって、頼朝も誠意大将軍になって、これからは幕府の、 中身をさせ,させていかないかかなとそういう時になると和田義盛みたいなちょっとずつ盲新型の部署よりは梶原景時のように実務とか梶原景時はまあワークアップとか文化人そういう文化的なことなどもできる景時の方が望ましいというとも考えた可能性はあってまあその一日でどうたらこうたらというのは多分景時を悪くうための極筆だろうというふうに思います。 鹿児島景時の変で景時が死んだことを受けて侍どころに復帰してます。その後は引き押し企の変や畠山ただの乱に活躍してますが、まあ、その結果鎌倉殿の13人でも急速に減っていって三浦か北条かとこの和田義盛の乱で滅亡してしまいます。まあ、北条氏からかなり挑発行為があったと言われてますね。 北条義時としてはこの和田義盛て目の前の炭鉱部であって、こいつを滅ぼしたいと。この和田義盛が滅びた結果、侍どころ別当は北条義時になって、この執権通いうのがまあ侍どころと万所両別当を兼任したものというふうに言えるならば、それがまあ将軍家の出自と、侍どころと万所の両方の別当を兼ねると。この義時、これの義時が特捜というとことから、 この特捜家ということが出るように、まあ、我々は今ならなく北条時政の初代執権というふうに考えてますけども、やはりこの義時という人物が北条氏にとっては非常に実は大きな人物だったんじゃないかというふうに思われます。実は時政はだから侍どころの別途だったよね。あれ、万所の別途になった。ただ万所の別途ってあ実はあの一番多い時は10人ぐらいいますからね。だから万所の別途って実はあん,あんまり当てならない。 まあ、メインがこの大江の広元であって、大江の広元と北条時政、そこに源の秋なんとか、言葉の側近だったやつですね、そういったものが義時どもずらーっとつらんでいって、まあ、一問の時に十人近くいたみたいです。で和田義盛はこの時にほ,ほぼ滅びたんですが、和田義盛の息子の中で北条氏側に、義時側に通じたやつがおって、この子孫が一期中条氏になっています。あ,のあ北州として 上杉謙信の家臣とししてても活躍してま,すここまあこういう形で和田でまあこの中条氏越後中条氏はあの上杉家の家臣として実は残っていくんで和田義の子孫も一応残るんですね。何なく滅びちゃったと思いがちですけども三浦義村の方を見ていきなが吉村さん結構長くかかるんで。 三浦市の始まりのところで一旦この話を切りたいと思います坂東八平氏のね子孫がねたくさんあの日本史に出てくる話が出てきますよねはいこれ清和現地もこういうふうに広がってるんですか平氏が鎌倉幕府にこう入り込んだからこういうふうになったんですかこの辺結構皆さん鎌倉幕府に入り込んでますから入り込んだやつもいるけども もともと兵士の方が東北に広がっていって、現実は東北に広がっていくのもちょっと遅れてますからね。でしかも、現実はなんか結局みんな滅びていっちゃいますから、<laughs> 足利市とか新田市とかそれぐらい、あの佐竹家とか、意外と広がってるけど、なんか坂東八兵士みたいな、こういう根付いた感じはしませんね、やっぱり。新参者なんですね。うん 吉平悪元太吉平ですが、お母さんは遊女という話で私、勉強したんです。うん、今はもう三浦氏の娘になってるんですか三浦氏の娘の方がいろかなと。ウィキペディア両方書いてありますけども、あの今なんか本見てると大体、もう三浦義明の娘というふうに処理されてますね。ということは、まあ、頼朝のね、母親ほどではなくても、そこそこの。 家の子供なんですね。この吉平らもし吉あの吉明の孫だとすると一応母親もそんなに悪くないちゃんとした家のテラルですが武士団のバックに武士団をバックにしているそういう家になりますね。うん、で吉平が三浦の娘の子供だとすればこの三浦一族が 吉平をバックアップして戦うのはまあ当たり前とあるんです、ねうん、自分に関しては多いですもんね。人友がもしねか上手いことやってたらね三浦一族ってもっと乗てたわけですねそうですねまあ十分頼朝のところでも乗してますけど <laughs> かさめにあの頼朝が拒兵した時に和田が侍どころのベッドにしてくれって話が出てきましたけど。 侍どころって言葉、そんな早くあったんですかまあ、武者どころとかいろいろ言か本当にどういうこかもちょっとわからないですけどね。そういう機関ができるだろうということなんですか実は、お公家さんみんな侍どころ持ってるんですよ。藤原とか。うん。あの、有名なところでは、あれですよね、古今著文獣かな、あれのえ乗、ー、ってる、あの、藤原の、あ 秋末の話も、信羅三郎義満に対して、この荘園はもう私の方に全部書類あるけども、これはあなたのもん、あなたのにあげますって言ったら、義満は、こう、ははーとして、侍どころに下がっていって、でそこから、苗部、要するに自分の生命と官位を書いた、自分の,あの誠意、官位、実名を書いた紙を提出するというシーンがあるんですね。 これ、侍どころ、まあ、だから今で言うと侍どころのところに彼は退、うん、いていったんであって、そういうまあおこげさんにも、そういう警備とかそういったことをやる侍どころとはそこそこの貴族であれば、そういう部署を持ってるわけですね。そうですね、侍どころ、古文書。うん貴族それが三味以上になると、万どこになると。頼朝様も偉くなれば、当然そういうのはできるはずだと。うん、そうですね。 鎌倉に入って大倉に頼朝が屋敷を構えた時に侍所を当然置くけですここは特に部門の検問ですからでその時和田さんは言葉通りにうん、そこのトップに据えてもったそこですね時政と義時の漆器の話が出てきましたけどはい、漆器なんていうのはあのここの教科書でねえ中国語で出てきますけど湿 天という役職は正規に作られたんですか鎌倉幕府でよく見るのは質実と書いってるんですねこれ実は私もち,ち,ちょっと分かんないですよ質実とかあの将軍家の質実も金井方かれけりとか法略関係にありますし当時は質実と呼んでたんじゃないかなとで質実の中でも質実は実は二人いるんですよで今日そのえトップのやつをこう呼び 験と,ともにあれの連とで当時の資,資料をちゃんと見てないのでわからないですけ執権という方、ただあの、ロッカラ単代で来た方のことを執権短大と呼んだりしてるから、当時は執権と言葉こともあったんちゃうかなと思うんですけど、それもち,ちゃんと私に当たってはません。古文教科書にね、時政が初代執権であると書いてある <laughs> 気がするんですか書いてありますね。<laughs> うん 執権という役職があってね、それを頼朝が任命するとかね。そうとどうもならないんですよね、あれ。結局、時政が主代,主代執権になるというふうに書かれているのは、どうも見ていると、万所の別途に大江戸博本並んで任命したときに、頼、ま、朝、あ、死んだ後と、1 2 0 4年やったかな。そのと、まあ、きに時政が主代執権になっていると。北条氏というのは基本的に、 あんまりやっぱり頼朝のもとでは、まあ、外籍だから大臣にされるというぐらいであって実際に武士団的にでかかったのは三浦と千葉なんですねそれから小山勇気そうか拙者官府が将軍はちゃんと公的な朝廷が認める地位ですもんね、うん、執権っていうのは朝廷関係ないですね関係ないです単なるこれより執事ってこれ火災でしょ うん、頼朝のプライベートな機関ですね。あったとしてもそそ、ね。そういうことなんですよ。うん、だから鎌倉幕府の時代が別に公的なあれじゃなくて、まあ、要するに、右大将家の真んどころ、右大将家の侍所ころ。で、そこにいるまたプライベートな役に執、執がとか執権というのがあるわけですね。そううですね、うん 鎌倉幕府さんはそういう意味では検問なんですよ。よあれ、私的検問なんですよ。よ正体将軍家という。室町幕府も基本的にそうなんですけど。そうです。一応陸上、江戸幕府はもうけ逆にもうあれ建物体なですね。ね <laughs> あれどうなっあれどう扱いなんだろう、江戸幕府は。もう検問体制じゃなくなっても江戸幕府が日本全部取っちゃってるからという。うん。 幕府の中に組み込まままれてしまったという感じありますもんねそうですね、うんまあ。もっとも東島さんは日本立命館文学の論文の中で鎌倉幕府と室町幕府ってあれは同じ幕府じゃないやろという話はしてありますけどね。でそれについて NHK ブックスで幕府論っていうの出るはずなんですがまだ出てませんねあれどうないってんだろうと。そういう本も出るんですか 出るんです出るはずなんですけど、数年前に出るっていうたっきり出てない。<laughs> あそこにあれはまずい、ま,まずくないかな。<laughs> 予告だけしてやって。そうそう。うん。と論文でも予告してあるし、NHK のサイトでも全文通か前書きが公開されてるんですよ。発行されることは規定路線になってるんですね。そうなんですね だからその番号はそこ、結売になって、ザー先積んでます <laughs>。シリーズの中の一冊分を取ってるわけですよ。その。そうなんですよ。<今>ここのシリーズで出らせんですよね。この n h k ブックスのこのシリーズで出るはずんですよ。これ。このシリーズの何歩かで。まあそういうことであるんですね。番号が飛んで。<laughs> 番号が飛んじゃって。これも番号、番号割り振られてたんで。<laughs> なんだっけな、この人物葬書とか、 ミネルヴァとはちょっとわけが違うて、ミネルヴァあれ番号ないから踏み倒しても。三浦市の全盛期といいますか、三浦市をこう一気にナンバー2、鎌倉枠の,のナンバー2に持っていたのはこの三浦吉村ですね。1168年頃に生誕しています。で、1182年、 北条政子の暗算祈願のために阿波の国の登場時に三浦平六という人物が下に行っていますがこれが吉村と言われています。まあ、吉村は平六という名前を兼務やったんで,で1180年に範頼軍にこの吉住ともに参加しています。だからまあ吉住ともに参加することら吉森も吉住も吉村も範頼軍におったということがわかります。まあ範頼軍はそんなに結局こう。 先行だということはなかったんですけども百合友上楽寺には右上の城に任官していますこれは義住に対して与えられたんですけども義住が自分の息子にそのこ子,子を譲っているという形ですだから正式に右上の城に任官しで梶浦掛け時の辺では吉森らとともに主導的な役を果たしていてこの六十六人の御家人の断崖上を応援の広元に届けに行ったのはこの吉村でした 畑山の重忠の乱では、重忠息子の重康を殺したのは、この三浦義村です、まあ。大河ドラマでは、重康が、こう、謀反人はどこだ言うて、由比ガ浜で行き来立ってるところに、吉村が、謀反人はお前だ言うてぶっ殺すシーンがあって、それがものすごい頭に残ってます。その後、この重忠の乱が、実はでっち上げたことが判明し、そのでっち上げた、この重忠を残間した稲毛重成。 の始末も吉村がやってるとということで結構こういう悪い通貨、こういう裏の裏家業のない仕事なんかを結構積極的に引き受けてると。で、この重安を殺させたのは北条時政であり、この稲毛重成を殺させたのは北条義時であり、まあ、この北条時時のもとで結構頑張って働いてると。まあ、ただ、もとも茂重忠の乱とかでは和田義盛もこの時政あるいは義時と連携して、 動いてるんでまあこの時は吉村は別に義時に従ったっつりを吉森に従っていたといとこの吉森の言うりに従っていたということですね和田合戦では吉森はこの吉村を当てにして立ち上がったんですねでも吉森を裏切ってますその結果和田合戦では吉森が敗れた最大の理由はこの吉村が土壇場で裏切ったからですね まあ、もっとも吉村は吉森と一緒に滅びるのはごめんだと思ったでしょうから吉村から見たらこの吉森の挙兵がそもそも無理筋だとちなみに吉村と吉森っついうのはだいぶ年齢が離れてますね20年以上離れてますから吉森の息子たちが吉村とほぼ同世代になりますねでこの源さんとも暗殺時にこの九行を殺害しています 苦行が吉村元に寄ってきたんですね吉村は実は苦行の乳母の夫なんです。目のの要するに目夫なんですね。だから苦行は、義経を殺した後吉村元もやってきたんですけども、吉村は殺したと。で、これについては、長井道子さんが「円環という小説の中で、黒幕の一人とし、それをまあ考察した源頼朝の、えー、世界という本があるけども、そこではっきり言って、 あの黒幕の一人であると黒幕であると黒幕は吉村じゃないかという,ふうことを言うてそれに対して石井進東大教授それからあの大山恭平教大学教授が賛同してでそれ以来結構この三浦吉村がこの実朝暗殺の黒幕ではないかと要するに実朝と義時を一緒に殺そうとしたんじゃないかというふうに言うてまあ随分注目されましたそれに対して そもそも実朝が後鳥羽とひっつきすぎていると。万所の別途にしても、義時万所の別途は言うても、えー、源の中明が思い出した、源の中明らがこうこう牛耳っている状態であって、実朝は急速に朝廷にこうすり寄っている、これを押しとどめるために、吉村と義時が手を組んで実朝を殺したというのが、えー、ゴミ踏み彦。 あるいは本郷和人、両東,東京大学教授がそれを主張していますで。近年注目されているのは、まあ、苦行が突発的に殺しちゃったという見解が、まあ、有力されていて、まあ、この辺はあれですね、例えば最近出た上級の欄でも、中高新庄の酒井光一先生は、酒井光一さんはあの、これは苦行の単独犯だと。それに対して、 え、本郷和人先生は吉村と義時の合作だというふうに言ってます。吉村はこういうふうなところでも名前出てくると。だこれ実はまあよくわからない。私は最近はやっぱりこの苦行の単独犯だかなというふうに思ってますけども、まあしっかりと自分で資料を分析して処理してるわけじゃないんで何とも言えません。三浦氏と上級の欄ですけども、 三浦氏と上級の間にあるのはこの三浦,三浦種吉と人物もですね吉村の夫吉住の息子ですで上級期の時効自本の逸話ではこの頼家のこの善行の母が種吉の妻種吉,、えー、種吉の妻は頼朝の側室だったんですけどもで善行生んだで頼家が殺された頼家が殺された後三浦種吉のもとに再家してきたんだけども この上級の乱の直前に今度は善行が殺されると。で、善行と頼家と善行、2人の関係者が殺されたこの母、つまり種吉の妻は非常に嘆いて、で種吉はそれで倒幕に加担することを決意したという話ですね。もっとも、小勝本ではたまたま大判役におったというふうに言ってます。だからこの上級の乱の当時、この人が在京した事情は不明です。 在京中に後鳥羽上皇に加担してます。上級の乱では、後鳥羽上皇に加担して、上級の乱の一本大将になってます。この種吉に関しては、義時への非常に楽観的な見通し、つまり朝敵となったらもう、幕府はみんな、義時を裏切りますよ、というふうに後鳥羽に進言したのはこの種吉です。でさらに、 金銭を下していただければ、義時にくっつかずは千人もおれへんと。で、さらに兄の義村は、私から手紙出しますと。そしたら義村、義時を殺してくれるでしょうというふうに言うたんですね。非常に楽観的な見通しと期待やったわけです。で、種吉からの密書吉義村は幕府に届けて出て、それで幕府は言葉の動きを知ったんですね。 だからこれ、三浦義村がここでどちらにつくのかというのは一つのポイントであって、ここで種吉と一緒に一気に、種吉の誘いに乗って、一気に義時を殺すという選択肢も彼にはあったんですね。それがうまくいったかどうかは分からないですけども、この和田義盛の動きもそうなんですが、三浦義村っいうのはこういう時に絶対に幕地には踏み切らないタイプですね。ただ逆にここで義時とのにそれを言うて、 言葉と戦うのは逆の意味で大きな幕じゃったかもしれないけども、ま目の前にある状況を変えようとはしないというのが、どうも吉村の基本的な蘇生術だったというふうに思います。和田義盛の欄にしてもそうだし、この状況の欄に関しても、とりあえず今、目の前にある秩序を守る。吉村はミッション幕に届けて、で、まさかの演説、いわゆるますかの演説と言われて、 藤原秀康、これはあの後鳥羽の北面ですね。この藤原秀康と共に逆賊と名指しされているのが種吉です。逆賊、秀康と種吉を討てと。で、美濃国まで出陣しますが、そこで幕府軍に敗れ、藤川でさらに降戦して、そこで敗北。で、京都に入って後鳥羽の御所に向かうんですけども、茅野の院御所に向かうんですけども、そこで後鳥羽には見捨てられて、逮捕の印蔽を出されるという悲惨めにあいます。で、当時で上京してきた三浦義村と、 こう対面してますでそこでは死ぬ前に一度あ会いたかったというふうに言うんですけどもだから恥を忍んでここまでやってきたと吉村はお前みたいな人知らんわというふうに見せちゃったとで開口の社で自害してます三浦吉村はその後京都にいて御堀川天皇の養子に活躍してます御堀川天皇の元つうかまあその頃はまだ王子ですけどもその御高倉の王子だった と,ところに、後の堀川天皇の元に行って、堀川天皇を、あの、に対して。どうぞ、天皇に、なってくださいというふうに言ったのは、上野吉村です。そういうふうに非常に活躍している人物であります。吉村は、あれですね。この東の辺でも、義時が死んだ後も、この吉村は元気です。義時が千二百二十四年、急死しました。 で警視庁の伊賀の方による法事安時排斥運動が起こる。これが伊賀市の辺ですね。で伊,賀の伊賀の方は自分が産んだ北条政村を失権にしようと起として失脚した事件です。これが失敗したきっかけというのも吉村なんですね。要するに、この北条政村と伊賀の方というのはおそらく、この吉村が自分をバックアップしてくれるだろうというふうに思ったんです。ところが北条政子が子 政村の烏帽子側である三浦義村に働きかけてしまった結果、義村は北条泰時をプッシュすると。で、伊賀頭は流罪になってしまうと。政村は政府。政村と、それから他に伊賀氏の方が生まれたのは北条実康。彼も伊賀氏から生まれてますけども、おもろいのはこの実康が、この伊賀氏の変ですっかり精神的に巻いてしまって、 もう彼は、その後の彼はボロボロなんですね、実家は。一方、政村はこれでこ、どっちか言ったら、実家じゃなくて、政村の方が大きかったように、政村は全く動じず、彼はコツコツと頑張って、最後,最後は七大執権に就任するという、ものすごい、まあ、寝技を披露してます。 ただ、これに関しては、実は政子が死んだ後ほどなく関係者が赦免されています。まあ、伊賀の方は流罪された伊豆で、入る先の伊豆で亡くなるんですが、伊賀の方の兄弟は政子の死後直後に幕府に復帰しています。それから伊賀の方の隕石である 一条実政も結局、謝免されています。で、これに関しては、結局すぐに謝免されたのは、幕府体制が未完成ゆえに、温情でいかないと厳しくしちゃったら動揺が走るから、このところはもう全部許すというふうに読み込んだのか、それともそもそも伊賀市の乱というのが、伊賀市の変通はそもそも存在しないという見解もあります。長井進氏なんかは、伊賀市の変通はそもそもなかったと。これ北条政子が どん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 自分の関係者がなくなっていって、で、泰時がつこうが何にしようが、とりあえず伊賀の方、これが外戚になってくると、それに対して自分の居場所がなくなる北条政子が暴走して、伊賀市の方とかを悪者にしちゃったというふうな話をしてあります。 この死後ほどなく関係者のため、しかもこの伊賀,伊賀氏のこの排斥の動きとか、この政村執権就任というのを、まあ、政村は結局何も通院と言れなかったのは政村,政村は関係してないと。いや、関係したはずないやんと思うんですけど、関係してないということを考えると、そもそも伊賀氏の方によるこの排斥の動きというのが、そもそも存在しなかったというのは、まあ確かにそうかもしれないというふうに最近では言われています。1225年 大江の広元北条政子が亡くなりますでこれで幕府の早々期がほぼなくなってしまってで、まあ、残っ三浦義村はその中に残るんですね。表情集の設置されますがこの表情集に義村宿老として参加しています。さらに1232年の御成敗式目制定にも関与して署名してますね。1238年には藤原頼常の上洛にも随行してい,いきます。 で、その翌年、吉村は亡くなります。まあ、人々はゴトバインの怨霊だというふうに言ってます。まあ、この頃、安泰時も、泰時も1142年亡くなったのかな。だから、吉村が亡くなって、ほどなく泰時も亡くなって、で、人々はゴトバインの怨霊だというふうに奪わされたとで。吉村に関しては、この千葉熱那との逸話が有名ですね。これは大体、まだ吉田 実朝が存命中の話です実朝が存命中の1218年、実朝が殺される直前なんですけども、その直前の将軍御所での出来事です。一番上座にどーんと座った三浦義村、そこに千葉種綱がやってきて、吉村の上座にボーン座ったんですね。そした吉村が、下草の犬は不指導を知らんと見えると。 それでは千葉たねつなが、三浦の犬は友を食うぞと、いうふうにやり返したと。で、吉村はペシャンと。これ、三浦の犬は友を食うぞっついうのは吉、私、私森の乱の時に三浦吉村を裏切ったことを指しています。これ、実は三浦、千葉たねつなはこの時何歳だったか言ったら、実は11歳。で、吉村はこの頃40な、四十半ばですね。四十半ばのおっさんが、どーんとこう一番えとこに座ってたら、その、さらにえとこにどーん座った11歳のガキ。 多分まだ声変わりもしてない。そういうガキが、どーンそって。だから、それはまあ、吉村として言うわけですね。下雄さんの犬は節度を知らん、節ど節所を知らんと。そしたら、ガキが、三浦の犬は友を食うとやり返したと。まあ、あの、生意気なガキというのはありますね。 三浦安村は実は生誕年が不明なんですね。なぜ不明かというと、関東氷上殿では1184年生まれたり、上級期では1204年とあって、まあ、こちらの方が千ものであるということを考えると信憑性が低いんですが、これ上級期に三浦安村が少年17言うて名乗ってるシーンがあるんで、1204年説があるんですけども、 ただ、これ実は、こっちが正しいと言われています。なぜか言ったら、この安という名前が、北条安時の変金であることは言うまでもなく、安時から名前をもらえるというのは、安時よりも年しないとならない。ということで、1204年生まれで安時から名前をもらえる通報が非常に筋は通っていると。1180年あったら、ちょっと安時から名前をもらうのは、ちーっとばかり難しい。ということで、 これは1200年ですが正しいんだけど、これは何かの間違いだろうと言われていますで。上級の乱で、彼は最っきもに17歳で初陣、活躍してますで。この上級の乱の時に、実は武士連れて行ったんですけども、この時に16以上の人間を連れていくといううに決められていたらしくて、だから安村は多分ギリギリ行けたということで、それ以前のいろんな合戦に安村の姿は見えないですね。 ということは、安村は1204年生まれで、この上京の,の時のには17歳、風17歳だというので筋が取っていますで。この安村というのはキューバに卓越していたことで知られています。武者として非常に優れている人物であると。だからしばしば、こう、やぶさめとか、そういう弓,の弓矢の儀式とかに駆り出されています。そこで見事な汽車をまあ見せていると。 で、泰時の返金を受けて泰時娘と婚姻してますから、もうそういう意味では北条氏の一門集として位置づけられる、そういう、まあ、幕府、幕府御家人ナンバー2と、そういう地位を三浦安村は確保していると。で、この、それともに藤原頼次親子への接近もあって、これが徳宗家から危険視される一つのきっかけではないかというふうに見られています。三浦安村にとって運が悪いのは、 安時の娘と婚姻しているということは、この安村との時の後継者の北条時生氏とともに手を取り合って、幕政をリードしていく、そういうはずなんですね。ところが、時宇氏は執権になることなく、安時よりも先に死んでしまったと。その結果、安村は外籍の地位を失いました。で逆に、その時宇氏の息子の常時と時折、 この二人は外籍を足達氏になったんですね。要するに、この常時と時折の母親っつうのは、足達影森の娘であると。足達義影の姉にあたると。いや、義陰、安達義陰、安達影森、安達義陰が外籍としてこう出張ってくると。いう,ふうなるわけです。そうなってくると、三浦安村としては面白くない。 さらにこの1246年、常時が亡くなりました。この時に宮騒動というのが起こっています。この宮騒動の名前のよりは不明なんですけども、なぜ宮なのか。あの別名を名古屋市の変、名古屋光時の変と思います。要するに名古屋光時が藤原頼常を、まあ、持ち上げて、で北条時頼を倒すと。時頼を倒して名古屋光時は執権について、この頼常、それから九条道家。 名古屋三時これで幕府を,を掌握すると、そういう動きやったんですね。で、この時に三浦安村は時折の味方をしたんです。これ吉村東京通ですね。現在ある秩序に乗っかると。安村がお味方につけられなかったことで、この宮騒動は失敗し名、名古屋三時の弟の時行は自害、三時は出家して引退。で さらに九条道は失脚して誤佐が天皇の直感を被るとその結果時折はこの北条氏の一門の長老である北条重時を連署に就任させようとしたんですけども安村がこれに反対すると安村が反対したのは重時が帰ってきたら現在時折を補佐する一番偉いさんが安村になんとかなっていると そこに重時が帰ってきたら重時に取られちゃうと思って安村は反対したらしいんですがでこの安村の反対が通ったんですね時折はこの安村の言い分に同意して重時の連勝就任を見送ってまあ重時はこの時カからーンでおったんですけども重時が鎌倉に帰ってきて連勝に就任することに対して安村は反対したんで時折もそれにしたかったとでこれで安村の事実上ナンバーツーっいうのは守られたんですけども これはどうだったかなと言われるね。要するに、この重時がおったら、この重時っていうのはどっちか言うたら穏健派であって、そんなに安村を急速に排斥しようという動きにはならなかったと考えられてるね。おそらく重時が帰ってきていたら、この安村と安達氏、安達義影の関係はもうちょっとうまくいってたところが、この重時の連署就任に安村が反対したことで、 逆にこの安村と足達のクッションがなくなってしまったということで安村にとっては実は古いには動いたんじゃないかと。で、翌年足達市の強硬派の影森足達影森が高野山に登って影森はこの時もう出家してで引退して吉影に後を譲っていたんですけどもその影森が高野山から帰ってきてあの吉影と 安森を罵倒するわけです。何をしてるんだと。なぜ三浦氏を排斥しないと。で、三浦氏では、この若い頃に苦行にそば近く使えており、その後、常時じゃなくて、この頼常、頼継に使えていたこの三村。この三村も逆に足立氏のこの最近の挑発に対して反発すると。で、この足立氏と三浦氏の対立が激しくなっていきます。 で、それに対して振り回されてるのが安村と時折だったんですね。安村と時折はこの安達氏と、それから三浦三村に振り回されて、最終的にこの時安村のもとに時折が行って、安村の屋敷に時折が入ると。そういうがだけは出すんですけども、この時に影森が安村,安村に襲いかかると。で、工事河川がで起こります。 それに対してもちろん光村が応戦して、で、法事合戦になり、いろいろと、例えば死んだ魚が打ち上げられたとか、えー、貴重がき黄色い蝶がうわー飛んだとか、赤潮が起きたとか、そういうような合戦を示すような異変が起こって、人々の心も不安定になっているときに、こんなことになっちゃったんですね。影はおそそらくそれを狙って、 合戦を起こそうとしたし三つ村も逆にそれに乗っかろうとしたし結局法治合戦になって滅びました足立影森が起死をかけて改戦し戦を制された三浦氏は滅亡してしまいますこの三浦氏に関して言うと安村っつうのは、まあ、ある意味優柔不断であったとだから長井進先生は、えー、三浦や安村に関しては武人としては立派だったが武将としてはいまいちあったと要するにこういう時の戦いとかの決断力はなかったと 個人的な能力はあったんですね。ただこういう時にどう動くかということに関しては、もう後手後手に回り続けたと。いろいろとまずかったですね。例えば、戦うんだったらもっと早く戦えなきゃならないし、戦わないんだったら、重時の練習に反対していけなかったし。まあ何かと、この安村さんは、うまく動くことができなかったと。この三浦安村が滅びた後、 三浦氏を継いだのはこの佐原盛蔵は、この法然弟子の竜巻が、欧州に流罪になるときに、守蔵が預かっているんで、まあ、欧州に主領があったことが伺えます。で、これが法治合戦以前に持っていたと。で、それが会津軍の叶将であって、まあ、この佐原盛蔵の子供が後に足なしになると。で、この佐原盛蔵は法治合戦では北条氏に組みしています。 合戦後は三浦の助を継承してます、まあもともとこの沢原盛蔵は奥さんがあの、えー、確かじゃあ安村の妹なんですけどもこれが北条康時の元妻でだから北条氏に嫁いだ後沢佐原盛蔵に通いたんですねあのこの盛蔵の奥さんは。 で、間に時氏が生まれてるんで、まあ、森面にとっては、この時折ってのは血のつながった外石に当たるんで、森面は、法事合戦では北条時折方についちゃったと。で、この魚が打ち上げられたとか、そういうようなあの異変を時折に報告したのはこの森面なんで、この森面としては、もしかしたら安村を引きずり下ろして、自分が三浦佑になろうと思ったのかもしれません。 ただ、この佐原氏は、その後はあまり盛り上がらないと。結局、三浦之助が継承したものの、立場的には佐原、そのままのね。要するに、あの三浦安村のような立場にはもうなれなかったと。まあ結局、まあ、実際にはた確かに北条氏の外籍はもう足立氏が独占することになりますからね、この後。三浦氏にはそういうおいしいところは回ってこないと。 いうところで法治合戦のところまで一応、えー、見て右た。一応ここまでで話を一旦切ります工業が再度満殺したというところはこれは説が三つあるということですね整理したら、えー、整理したらじ実はなんか五つあるんですよ実は五つある実は五つあって吉時黒幕これ一番古い説ですね吉村黒幕 それから、義時、吉村の連合。義時がの単独犯行。義時が苦行を進めした。吉村は単独で苦行を進めした。吉村は義時も殺すつもりだった。義時と吉村の連合。それから、苦行の単独犯。1、2、3、4。苦行の単独犯。それからもう一つは、後藤馬説なんですね。 クロマクセスもどうもあるみたいで立命館大学でた谷登さんという方がこれを提唱してます。五島黒マクス。谷登さ,さんは、まあ、私の弟弟子やったんですけど年齢ははるかに上であの高校の先生やったかなを退職した後に大学に入りってきたんですよ。高校やめてから大学に行く人は割といます。 それも科学の先生がいかの先生だったと思うんです、確か。<laughs> 大学院に入って、マスター、ダクターを出て、で、本出して。言葉はこれをうまく説明するのが出てきるんですか。まあ元から、勘打ちとかそういった話出てきたで、それをちゃんと学術的に裏付けをしたもんですね。あんまり私もちょっと指示しにくいなと思って,思ってますけども。発想としては昔からありそうな説ですよね、うん、言葉。 やったというのはそうそうただ最近は言葉とさともは仲が良かったとそうそうそう <laughs> になってるから言葉のアクセスを今から証明しようと思うと今のトレンドに逆行する説を唱えることになるわけですね。そうですね私は個人的にはこの上級の辺あたりが好きでしてねなんかああいうざまないことを <laughs> やってる。 あれすぐ1週間ぐらいで啓圧されておるでしょう。一発でしたね。ね一発ですよね。なんでこの後鳥羽という、あれか一 1, 1ミリオンかな。やただね、あれ、大国の動きにみんな味方してるんですよ。で、うん、実際に後鳥羽の印然を受けて、鎌倉幕府は結構動揺していて、最初に、 人間がが集まりが悪かったらしいですねあれ大江、うん、の広元は突っ込んでいけと言うたんやけども義時は、うん、これ集まりが悪いから今度は防戦しようがとここで広元の説が通らなかったら多分幕府は滅びていた <laughs> と言われてます要するに後鳥羽がガーッとやってきて後鳥羽軍がこう進撃すると多分みんなそっちにどっち要するに勝ち馬に乗りますから。 動いた方に乗るんですよ彼らはだからそこで義時が広元の説を受け入れて主戦に行った瞬間に法座席が十人ぐらいの部下を連れて鎌倉を飛び出した時に勝負は決まったとだから一種のバックちゃったんです、ね、あれ大井広元がいなかったら勝てなかったですね多分 このままあの幕府滅びて、か幕府は新たに三浦兼義を執権として新たに作り変えられたかもしれませんね。誰の本で、多分ぶ高市祥亮先生やろな、<laughs> 多分。だ <laughs> け。たう <laughs> 何か大江広元やと。うん。天皇なんての倒してもいいやで、そんな発想を武家は持ってなかったこれ、あの中井道子さんの小説でも育ってますわ。 朝廷に対して耳を引くことに対してちょっと腰が引けてる泰時や吉時に対して大江の廣元が院宣なんてものは勝った方にはいくらでも下されるもんだと我々京都の馬鹿らしさも何,何かも知っとると京都の恐ろしさも馬鹿らしさも全て知っていると、はい、ってつぶやく心があります本忘れちゃったんだけど論理としては、うん、お助さんの本ですね多分そうですね論理としては間違った天皇を正す,すのはそれは 貴族の役割なんや、うん、だから大江広本には間違った天皇は正さなあかんという、そういう、さ正義なんだ。<laughs> だから戦ったんや。うん、これはね、武家にはなかったって書いてましたね。そうですね。武家の方がビビっとったで、うんうん。で、あの大江広本と三好安信だったかな。貴族2人が戦えて。だから勝ったんや、あれは。うん 大井広元の勝利なんや。貴族が天皇を倒したんや。あ、なるほど、そうか。<laughs> <laughs> あの説はね、初めて読んだ時感動しましたね。筋は通ってますよね、ものすごくああ。天皇のあるべき姿を追求するんや、貴族も。そういえばね、徳川家康なんかもそうですもんね。そうですね。うん、天皇があるべき姿でおってくださいねと、うん。基本的に きあのそうですねって、朝廷のあるべき姿に戻す。そうですね、藤原の道長もそうやって書いてましたね、あるべき姿に戻そうとしたん、うん、平の清盛もで、その担い手が摂関家から院の謹慎、頼朝のような軍事貴族からその家人たちに加工していくんだけども、彼らは朝廷をあるべき姿に戻す,戻すと。朝廷をあるべき姿に ただすのは進化の責任であると。で、また義務であると。いや、面白かったですね。なるほどそ、そういうふうに考えらればさ、ようわかるわと。<laughs> <laughs> それでね、大広元さんはすごいなと大広元、おらへんかったら、後鳥勝てたんですよね、大広元、おらへんかったら、幕府もたもたして。三浦種吉による新たな幕府が出来上がっていたと。まさか、反んってくるとは思ってなかったんですよね。でもそうでしょうね。 はむかってもいいんだって言った人がえらい。<laughs> ということですね。<laughs> そこですね。で、それをね、書いてくれへんからね、高校の教科書。あはい。分かんないんですよね、本質が。でもその、小内祥介先生の説って、説になってるんですかいや、微妙になってないです。あ <laughs> 私の指導教授はものすごくキラッとありますね。 高知章介さんの本私があの単行文献載せたらあ高知さんはね僕が一回何たらかんたらのの何か査読委員やった時に出してきたんだけども僕は落とせってたんだけど載ってしまったんだけどね <laughs> あそうなんですかこ,これこれこの本あ、はい川内章介先生の「天皇制の論理で」でこれはもうめちゃめちゃ面白かったですね あそこも書いてありましたね。あの天皇の歴史の四巻。どっかあっちのにいっちゃってる。天皇の歴史の四巻にも講談者のあそこでも書いてありましたね。一体一郎さんとの協調の部分で。うん、それから伊賀の方の話と、それからあの法事合戦に関しては、この永井進先生のこの鎌倉幕府の転換点というので、NHK ブックスですけども、そこで随分。 いろいろと、あ、あの、こういう今日の話は、ここ、それに乗っかってます。その、永井進先生の鎌倉幕府の転換点。北条政宗って、時宗が若かった頃に。そうしてた執権ですよね。そうそうそう,そう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 。現行の直前ぐらいにね。うん。で、実験引退した後も。幕府制に。特捜以外で関わったのは政村が唯一。 特捜も出家したけど、あの、執権はでも、出家しなかった唯一の人間です。執権はだと、連勝として、まあ、時宗を伝え続けた。あ、そう、そう、そう。そうなんです。私、あの。北条時宗の伝教。時宗を支えた。なんか、おじいさんみたいな。感じの人で。はい。政村って。大河ドラマでは、伊藤四郎さんがやってりましたねあんな感じかな。執権やって。 時宗を成長を待って時宗に執権譲って練習やるんですね。そんな感じですね。えっと順番から言ったら、まず最初に練習をやってて、長時が死んだ後と執権になって、その時に時宗14歳で家督を継いで、で時宗18になった時に執、ね、権譲って練習になる。練習2回やってるんですよ、これは。練習執権、練習と。ずっと長い間鎌倉幕府の中心におって。うん しかもこれ大事な時期なんですよね。そう、ンモンゴルの手紙が来たりなんかして。そうそうそう。名古屋のり時と名古屋時明を滅ぼした時に時宗を叱責してるのが政村なんですね。あれは正義がないと言って。北条時氏で出てきましたね。はい、四代目こ。これは父は誰なんですか泰時。じゃあこの兄弟に常時と時寄りが出てくるんですか え常時と時,時折は時氏の息子です。時氏の母は三浦家で,で、常時と時折の母は安達ですね。泰時の後継ぎになるはずだった時氏がそうそう亡くなってしまったのでと。うん、孫なんですよ。ああ、じゃ時時氏が長生きして執権の座についていれば、三浦は外籍として、うん。 影響力を発揮できたとそうそうところが時給時がなくなっちゃったので、うん、時給時の嫁が足立から来てるわけそうです松の禅ですねいわゆるだけどその子供が常時になろうが時寄りになろうが外籍は足立になっちゃうとそうそうこれ道具の塔ですから<ー>で三浦としては大きな魚を逃がしたわけですねそうなんですよ時十八28ぬの、ね、これ確か あと10年生きてるよね、うんまあ、最もっとも時氏より後の特捜家はみんな廃人ですけどね常時が24です時より38ですから <laughs> 時宗34での時が唯一43の40度を突破した特捜家って確かに短命ですね極端に短命ですねこれぐらい短いも逆に珍しいですね珍しいです あれといえばほあの細川慶長家が、まあ、40前半でみんな死んでいくぐらいですかね。刑図作ったらもう人がいっぱい出てくるんですね、北条氏、徳宗家の刑図とのは。そう、あの、代替わりが激しいから。<laughs> そうなんですよ。執権10年ぐらいで変わりますもんね、うん、どん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 。そう。逆に三浦氏はみんな長生きやから、うん、なかなか変わんない。<laughs> 最後の法事合戦の時ですが、はい。時よりも、 三浦安村も穏健派やったのに足立影盛と三浦光村という過激派同士が戦い始めちゃったりうですかそうです。そ武藤派同士が。でこの時折が実際どの程度この計略というか奇襲がの主,主導していたのかどの程度関わっていたのかというの議論があってこれ時折重時京都で重時がこう操っていたという見方と時折重時はどっちかいうたら三浦家を。 穏やかに穏健にこの外籍からこうフェードアウトしてもらって安達氏に変わっていくと。でそれが安達氏にとっては我慢がならないと。いつまで三浦がぐず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 してるんだと。ぶっ殺せと。いう風な見方をしたのはこの永井進先生のこれですね。鎌倉幕府の転換点、NHK ブックスですあ。さっきのあれの。<laughs> 私はこの本にものすごく感動してあの大学で授業で結構使ったら。 大学の学生さんが、我々は騙されてたというふうに言って、ああ、ちょっと、これちょっと、これ乗っかりすぎたなと、ちょっと反省したんですね。<laughs> ちゃんと、あの、こういう意見もあって、これも意見なのちゃんと言わないと。今までの説に対して、こういう画期的な見方が出た、言うて、ガーッと前のめりに紹介したら、学生さん勘違いしちゃったと。<laughs> これはちょっと反省してます。我 <laughs> 々騙されていたって、いやいや、騙されてないと思います、とか。時折が、 法治合戦に関わった時の位置づけというのが、今までと違うことですかそうです。時折とのは穏健派であったというふうにも見たね。これはどっちかというと、三浦が浮き上がって、鎌倉幕内で浮き上がってという感じですよね。まあ確かにあの三浦、三浦氏は役割を終えつつあるのは事実だったんですね。 あの時氏が死んだ段階でもっと外籍から外れていって足立市にナンバーツーの座を譲っていったらまあ多分三浦氏も十分に生きていけたと。その運が良ければ次の時折の奥さんあたりに押し込むこともできたかもしれないし、まあ、現にあの三浦氏の外籍に当たる毛利氏から時折は妻を迎えてますからね。じゃあまたこの時期 特捜家の性質はどこから迎えるかということは確立してなかったんですね。きゅ、うん、は結局あれですもんね。あの時折の奥さんはさ最初の妻が毛利氏からで。この法事合戦の後、おそらくは離縁されて。重時の娘を迎えてると。時宗の妻が足立氏で。で、あのその時の時に。 一旦定時の妻も足達ですしねで安村滅びたけども、まあ、結局生き残った足達家からあの高時の奥さんも迎えてるとだ結局実は時宗定時高時のこの三代にわたって足達家から妻を迎えてる、ね、だから下月騒動で足達氏一旦没落者とは異常 結局、最後は外籍はもう、安達氏が独占に続けるんですよ。幕府が滅亡した一つの大きなポイントは、足達氏と、それから高時の間に子供が生まれなかった。側室の身内人の側室から生まれた国時を後継ぎにした結果、足達氏がぶち切れて、足達氏と身内人の間が抜き差しならなくなったと。で足達氏の血を引く北条や水泳を、 執権につけるべきと考えた足立氏と国時を執権につけるまでの間金沢貞明をつなぎにしようとした身内密の間で争いが起きてでそ,その7年後に幕府ですね高時の後継者が誰になるかって話はあんまり聞かないですね、うん、でも実はあれ足立氏の血を引く人間かそれと足立氏の血を引かない人間かで揉めるんですよ大きい話ですよね皇太子は、はい どっちにするんやという問題ですもんね、朝廷では。そうなんですよ。高時というとね、刀剣に狂ルとったとかね、うん、悪い話ばっかりてますけど、高時の次はどうするんやという、そういうところはあまり聞かないから、だから高時をめぐる幕府内の争い、人脈上の争いがあったということなんですね。そうですね確かに鎌倉幕府ってね、突然滅びちゃうから。 ななんんんでこんなに滅びるんやという。藤由一さんなんかはもうこれは分からないというのも一つも誠実な態度だというたって,あってまあこの高時の後継者問題というのは結構いくつかあるんでしょうね結局それでその一つは決めてならない <laughs> まあ一つは朝廷の争いに巻き込まれたこととそれから幕府の中でそういう自分自身も後継者争いを起こしてしまっていることがあるだろうけどそれも一つの理由理由の一つなんですね 沢良氏が三浦を継ぎますけどこの三浦より森さんはこの森らの子ですがで三浦、名前を三浦にしますけども、引き続き沢良と同じ扱いで、まあ、身内人的な感じですね。1290年に北条時助の維持を捕獲して処刑しているという動きを目立つぐらいです。南北朝時代、三浦時次は高尾寺に従って拒兵していますが、なんかスでは時々に従っているというわけで、この時次さんはなんかものすごく中途半端に動いてますね。で、この高次は、 高藤に従って竹ののたた、の竹の下、竹の下、立浪浜の戦いなどで高尾寺方に戦ってます。で、北畑家や家との戦いで足利郷氏の家を保護したことで、高尾寺からの進路を勝ち得て、相模守護に帰り咲いてます。だから、ここで三浦氏は、一気に相模の第一の実力者だったかと思いきや。まあ、こういう感じで、三浦、森時リリ、時、寄り、森、時明らずーっとこう来てますけども。 三浦孝道、観音の上欄で、忠義方についちゃったというやつですね。忠義方についたら、あとは落ちるだけ落ちてて、南朝方の義臣と結んで、武蔵野合戦に参加したりして、それは当然まずいわけであって、相模の主婦が没収されちゃいました。しかし、足利元氏が、もともと忠義派に近かったこの元氏が上杉紀明を斜面した結果、まあ、それとの関係で三浦孝道も、 相模の守護に復帰してます結局元王子になって正しい派の人間はぐわーっ復活するんですねところが関東の諸豪族というのはこの問題があって上三浦隆明は上杉全州の乱で全州に加担しましたその結果相模守護を剥奪でそれ以降相模の守護には相模守護には戻らないですねで三浦時高影響の乱で鎌倉を影響の,の乱で 持中寺これは持中ですね。持中寺が鎌倉を留守にしたときに、上杉乗りのために鎌倉を留守にしたんですけども、そのときに乗り攻に組みして、えー、反旗を翻し、鎌倉を占拠してしまいます。で、相模守護の大木厚上杉氏の支配下に入っていくと。で、相模の守護代という地位を獲得します。高平という人物を養子に迎えています。大木厚上杉もしもの子で、高平を養子に迎えています。で、さらに、その高平のこの 義も養子に迎えてますだから三浦の血はここで,耐えるんです、ね、る時高には子供もいなかったのか、まあ、当初子供もいなかったんですねで。だから高平を養子に迎え、さらに高平息子の義敦まで養子に迎えたんですね。ところが、京都の乱であの重氏が追悼の対象になりで、幕府は足利正友を下校したんですけども、扇が潰す意としては、この足利正友が鎌倉に入るのを嫌がったんですね。 で、その結果、正友は堀越にと止められてしまうんですけども、この正友を堀越に止めたとして疑われて、結局責任を取って三浦時田が出家して、で、溶田が出家して、高平が家督を継承しています。ところが、こういうのって大体揉めますね。三浦高平、上杉持智の子であって、持智の子を言ったら、定政がいますね。で、この高平とは定政の実験にあたります。 でこの持ち友の息子が正兼で、正兼が戦死した後、貞政が急遽後を継ぎます。ところが、貞政と葛西の太田道官が喧嘩をし、貞政が道官を暗殺したのを契機に、この高平は欲が出たんですね。上杉貞政は士からんと。だったら今度は俺が貞政に代わって、貞政はこいつは所詮諸子だと。正兼のスピアだったんだと。 ところが太田道鞍を殺すような非道をやったさだまは許せん。俺が大喜利を連すぎに戻ろうと復帰を狙って吉安に家督を継承します。でそれは当然のことながら三浦時高と対立し時高はまた高則というあの息子が生まれたんですね。その結果時高は高則の後を継がせようとして結局 この時高と菅田政が組んでこの高典とそれから義竜を追放します。でこの時義竜を囲ったのが相模の有力な武将である小田原の大森氏なんですね。でこの三浦義竜はこの追放された時に出家して道寸と名乗ってます。で1194年三浦時高を滅ぼして。 まあこれは遺説があって、三浦時高が死んだ後にの乗り込んだんじゃないかという話すありますが、とりあえず時高を滅ぼす、あるいは時高が死んだ時に乗り込んで、三浦氏の家督を、この吉松がねじり取ります。で、三浦家,家当主と相模守護大。大森藤より、小田原の大森藤よりと伊勢総遂が争った時には、大森を保護しています。で、えー、1198年には伊勢総遂と、 のがしてますでその後いろいろと関東ではややこしいことがありますが1512年総帥は道寸の岡崎城を交易道寸は結局岡崎城から逃げて三浦半島の先っぽにある荒井城に立てこもりますが3年の籠城の末に相模三浦氏は滅亡 とということで、あの三浦氏は滅亡してしまうわけですけども、三浦氏にはもう一つ、この相模三浦氏にはもう一つ家があったんですね。この正木道綱という人物。三浦道寸の子供とも言われています。あるいは時田の子供もも言われています。あるいは道寸の弟の義時の子供もも言われています。ただ、これは年代が合わない。年代罰。これはこの義時ってやつがそもそもいない。確認できない。罰。 三浦道寸の子、これもうまく合わないとことで、おそらく詳細は分かりません。どれもどれもうまくいかない。で、この三浦市の所類ではないかと言われています。水軍を率いた三浦市の所類ではないかと。で、阿波の方に力を持ったんですね。阿波の大名だった里見義通から知事を拝領してます。で、里見実隆の配下としてカズさんに行ってます。で、里見義豊の命令を受けて、品川港の北条氏の攻益も行ってます。が 義太夫と三宅の争ったこの稲村の辺で、里見三宅と共に殺害されています。その息子の正則時重は、里見三宅に従って里義太を討伐。その後はカズサの金谷城に入っています。で、宇治那の戦いでは、宇治那と大和津戦の戦いでは宇治那に組みしてますが、第一次国府大合戦で宇治那と義太夫戦った時には。 吉高方に考え,考え,考えていますこの正木市のは一応里見氏のこの頃は里見氏の有力な寄力であって家臣ではないと見られています、えー、1942年には勝浦城、えー、さらにマリアその友信を討伐して小田木城に入ってますで長岡桂のいわゆる関東入り小田原包囲網にも従軍しています で、その直後に亡くなってます。で、正木時忠は時で、時重に従うも、その死んだ後の第二次国府大合戦では、里見氏から離反しています。ただ、10年後には再び里見氏に復帰しています。これ、あの、里見氏から離反したのは、里見氏と武田氏がこう組んでいろいろと動く中で、里見氏がこの正木氏の権益に意を払わなくなったと。それがどうも原因らしいですね。ただ、 10年後には里見氏には復帰してます、まあ、その間には北条氏と里見氏の馬籀とはいろられましたから。で、正喜頼忠、時道の養子になっています。年代的には、子供の頃ろには北条氏の人質に入ってます。で、さらに北条氏の一門を妻として、一門から妻を迎えていますので、正りただ人質とは異常、一門扱いとして非常に厚遇されたことが分かっています。 その結果、家督継承後は、里見氏と北条氏のパイプ役を務めるなど活躍しています。家康が関東に入ってきた後は、娘を家康の側室に差し出しています。これが、後の紀伊頼信と水戸頼房を生む,むんですね。で、里見氏開役後は、紀州徳川家に従っています。で、この正木頼忠の息子は、えー、名前を三浦に戻しています。徳川頼信、頼房の叔父としています。 頼信の御役として紀州に帯同しそれ以降この三浦氏は1万五千石を持つ紀州徳川家の過労式になっていますであとそれから実はこの三浦安村の弟の家村の子孫とつうのがと称する家があってでこれはあの土井利勝の 家康の側近のド土シカツの親戚になったということでド土シカツの母親のがこの三浦の出身なのかな。でその結果この三浦氏三浦さんは実は大名になってます。一万石の大名に取り立てられて幕末まで三浦氏が大名になってるんでただこの家よくわからないんですよね。 家村の子孫と称してますけども、まあその関係はよくわからないんですが、一応三浦の子孫と称する家は一応一万石の大名として残る。あるいは三浦の子孫の一部は一万五千石の家老式として残る。それからあとあれですね、来週足なしはやりますけども、足なしはあの佐竹氏から最後養子を迎えて佐竹の一門として過労というか佐竹,佐竹一門として。 格納盾に移りますただその家が断絶しちゃったんで佐々木だけが結局最終的に格納盾班に入るということになりますだから三浦って意外と探せば残ってたんですね特に紀州徳川家と水戸徳川家に木筋が入っていますここさきの娘が紀州の藩主を産んだということですかそうです 最後に大きな <laughs> ボーナスポイントがありましたね。そうね、徳川ってもらったの、この2つぐらいですもんね。あとは、尾張かな、尾張、うん、失うと、そのうちの2つ、御三家の2つを取っちゃったから、最後に大きなボーナスがあった。しかも、2つとも将軍家出しましたからね、将軍を。三浦は最後は大大名にはなり損ねたけど、そこそこの位置にはつけてたと。 うん、そこそこに血はつけてたしさらに女系の子孫は将軍大代々の将軍吉宗以降大代々の将軍を出したということですごいじゃないかという感じですねまあ一回滅亡してますからね当時,の時で、うん、もう怖いもんはないですね、うん、それにしてはよく立ち直ってうん